考察します今回はちょっと考察動画ですね初のうんなんでちょっとまあネタバレとかも含みますんでえー、まあその都度ね続きを見るかどうかを判断していただいてまあちょっと考察していきたいと思うんですけどまずちょっと「ドラゴンボール」の考察ですねえドラゴンボールまあアニメで言うところの「ドラゴンボール Z」えー、まあ ベジータとね、ナッパが地球にやってきて、えー、やってくる前かな。ラジッツが来て、ベジータとナッパが来る前の部分。その辺のちょっと考察をするので、ちょっとネタバレ含みます。えー、なので、ベジータ戦をね、まだ読んでない、これから楽しみにしてるという方はですね、ちょっとこの段階で動画を、えー、止めていただきたいかなというふうに思っております。ここからも自己責任なので、えー、ベジータ、 まだね、えー、ナッパーがどうなるかとか分かってないんだっていうまだ読んでないんだっていう人は、えー、今すぐ止めてくださいしばらく待ちますはいえー、ここからはネタバレ含めてねいき、えー、たいと思いますあのー、まあサイヤ人がね地球に来ましてうんまあ悟空が死んじゃって、まあ、観光殺法でね貫いて あのドラゴンボールはやっぱすぐ貫きますんで死んじゃってまあこれからさらに強いベジータとナッパという強いサイヤ人が地球にやってくるということで悟空はですねえ修、ー、行するわけですよあの世でね海王様のところに行って修行を積んで、えー、あれ何どんぐらいでしたっけ半年後とかでしたっけ、えー、ぐらいに来るベジータとナッパに育てて修行で他の ピッコロとかご飯とかクリリンとかヤムチャ天津庵チャオズはですね地球でおのの修行に励んで、えー、サイヤ人が来る時に集まってみんなでサイヤ人をこう倒そうという展開なんですけどまあ悟空はですねやっぱ海王様のとこで修行してますから圧倒的に強くなるんですよ。結果的に圧倒的に強くなってナッパはもう一瞬で倒して、まあ、ベジータとも激闘を繰り広げてなんとかねこう追い返すとこまで、えー、行くんですが。 たその悟空がですね海王様のところで修行した後にうんまあもう来るとナッパとベジータが来るってなった時にそのまあ生き返らせてもらったりもあるんですけど蛇の道っていうねその死んでから エ魔マ大王のとこから海王様のとこに行くには、蛇の道っていうめちゃくちゃ長い道を通っていくんですけど、アニメだと特に長いですよ、行きはね。行きはとにかく大変。めちゃくちゃ時間かかったあの蛇の道の帰りの時間。エ魔マ様のとこまで行く時間を計算に入れてなかったっていうことになるんですよ、海王様がね。だから、あの、遅れたんですよ、集合に。帰りの分を計算に入れてなかったせいで、 ナッパとかが到着するときに間に合わなくて、えー、っていうことがあったんですけどかなりのミスですよこのボンミスとてつもないボンミスですよボンミスではもう済まされない重大なミスなぜなら悟空が到着しなかったことによってめちゃくちゃやられちゃいましたからねヤムチャもそうだしチャオズも天津飯もピッコロも 死んじゃうわけですよ。それもこれも悟空がいなかったからですよ。悟空がいなかったというより、あの蛇の道の帰りの分をすっかり忘れてからなんですよ。そんなことあるかないくらなんでも。いくらなんでもそれ忘れるかなうん。まあ忘れちゃったじゃあ済まされませんよ。死んでるんですから何人も。ドラゴンボールも地球上からなくなったし、運命変わってますよ。なかなかのことですからね。 忘れるかなもっと言うとちょっと余裕を持つぐらいですからね普通はまあそろそろ来るとまあちょっと時間あるけど早めに出ようっていうのが普通じゃないかなこのもうすごい運命かかってるわけですからオリンピックとかワールドカップとかで見たことありますかそんなに直前に来ると来る国とかチーム事前に入りますよ ロシアワールドカップだったらロシアに事前に入りますよ。ブラジルのワールドカップだったらブラジルに事前に入りますよ。リオオリンピックだったら事前に入りますよ。うん。そんなギリギリに来る。日韓ワールドカップのカメルーン代表でもね、さすがに当日じゃないですよ、中津屋村に来たのも。遅れましたよ、あれも。だいぶ遅れたけど、カメルーン代表ですらもうちょっと早めに来ますよ。だって慣れないと。環境に。で、海王様の星はちょっと重力ありますからね。重いってなってたんだから、最初。 そこからこう地球になれないといけないっていうのもあって1週間は見るんじゃないかな1週間は早めに帰ってくるんじゃないかなそういうふうに思ってますけどどうなんでしょうかねうちょっとそのミスもっと悔やんでほしいですね何か何事もなかったようになってますけどもうちょっと議論されてもいいとこなんじゃないでしょうかね。 まああの天津藩がね昔ピッコロ大魔王に対してマフーバの修行して電子ジャーが壊れてたとかもねまあもちろん考察した方がいいんですけどちょっとねやっぱ海王様のあの蛇の道の往復を考えてなかったっていうことで何人も死んでますからうん余裕を持つけどな普通早めに行くと思います早めに切り上げたって強いんだから。 うん、まあナッパーのためにも良くなかったかなあんなことになっちゃったんだからね結局いろいろあってどうなんでしょうかねまあ引き続き考察していきたいと思いますさよなら